今20年一昔前はですね、髪の毛だったんですよ。もうちょっと笑うところなんですけど、笑っていいのか分かんない、ね、笑っても大丈夫ですよ。ブレーコーナー、ブレーコーそういう使い方しない。ここにもちょっと坊主の人がいるし、イエーイ、これも笑って大丈夫ですよ。来店直後から同じ匂いがする。おかげさまで、まあ、それこそ20年ビールやらせてもらってますけど、まあ、簡単ななんとなく自己紹介、あ、さっきしたところですよね。自己紹介だけで30分ぐらい話しますんで、気分が悪くなった方は言ってくださいね。喋るのやめますね。気分が早い。それこそうち、まあ、なんでビールを作り始めたかっていうところなんですけど、もともと僕島根県の島根大学でちょうど酵母とか大腸菌研究してたんですよ。それで、まあ、知られてないかもしれませんけど、島根県の松江市に李白っていう美味しい酒屋さんがあるんですね。あ、ご存知ですか。でそこの李白の酵母の研究棟を建てるから来てくれって言われて、で就職決まってたんですよ。なんですけど、ちょうどその時に鳥取の大山で地ビールを作ります。でちょうどうちの今の会社と、それからその、まあ、グループ中、教授が仲が良くって、で教授に声がかかって、まあ、要はそういう微生物やってた人間を入れたいっていうことで、条件が2つだけありましたよ。でビールが好きで元気です、はいってすぐ手を挙げて、お前酒だろって言われて、いや僕ビールのが好きですって言って、でその李白を断りに行って、で大山に面接に行って、お前採用、それからまあ20年。当時はですね、髪の毛を、真由さんと同じぐらいの、あれぐらいに結構金髪にしてて、あ、金髪じゃないな、ちょっと脱色とかいろいろとしてですね、それがたたって今に至るわけですよ。真由さんもどうなんですか。20年後にはこうなります。これ簡単ですよ。こうシェーバーがあるじゃないですか。シェーバーでウィーンとやって、そのまま上に行くんですよ。でパンパンってやると、ブラウンのコマーシャルみたいな感じで、まだ取れるって。ブラウン、ウォーシングリポート。すみません、前半髪の毛の話しかしてないんですよ。じゃあこのヒゲはなんで生やしてるか、なんとなくわかります？僕ヒントはバイゼンが好きなんですよ。泡がここにつくのが良かったから。ただそれだけのためにヒゲを伸ばしたんですよ。そうするとだんだんこっちの方が少なくなってきてですね。静かなんですけど。笑っていいですよ。笑いたい時は笑ってください、ね。辛くなってくる。すいません、ビールの話をさせてもらっていいですか。大山ゲービールはですね、あ、ジービールはですね、ハニビール。すいません、よく質問されるので自分から言っちゃいますけど、大山ゲー、あ、ジービールの G は何の G ですかって、まあ、よく聞かれるんですよ。まあ、大体はですね、答えるのが、うちのレストランの名前が、まあ、ガンバリウスっていうレストランです。で、かつ、やっぱりビールといえばドイツだろうということで、まあ、やはりドイツビールをスタイルを中心に作ろうということもあったので、ジャーマンの G、 それからうちの社長は源太郎っていう名前なんです。ここはそんなに笑わなくてもいい。それこそうちのビールができて20年なんですけど、まあ、飲んでもらって分かるかどうか、思いが伝わってるかどうかなんですけど、僕のイメージする大山 G ビールは色で示すと白なんですよ。なんとなく優しい白。大山の山の山頂に降り注いだ雪もそうだし、なんか例えば近くには、牛がいっぱい放牧されていて、美味しいソフトクリームが食べれるところがあったり、そこら辺をイメージするなんとなく白、そういうイメージでビールを作ってます。なのでなんか大山のビールを飲むと優しい感じがするなって思ってもらえてるんだったら、髪の毛を短くしてきた赤いがあるかなと。お前笑いすぎで。笑いすぎで。笑っていいとも言ったんですけど、ちょっと笑いすぎもどうかな。で、それもまあもう一つコンセプトなんですけど、まあ今日いろんなビールを持ってきてる中で、大山 G ビールがビール作りだけじゃないこだわりがちょっとあってですね。
原料からちょっと作ってみたいっていう思いがあるんですね。で、実はもう15年前から大山ゴールドっていう品種のビール用大麦を育ててます。で、今日もまあつながってますね。で、そのもともと鳥取県が開発した、ビール用の麦で大山ゴールドってカタカナでミカモゴールデンとかなんとかゴールデンっていうなんかよく麦の品種の名前があるんですけど、それの鳥取県版で大山ゴールドで、昔大手さんがその麦を使ってビールを作ったんです。ただ色がちょっとだけ濃いっていう理由で使われなくなったっていう理由があの流れがあって、で廃れてもずっと使ってなかったんですね。でそれは昭和の時代の話です。でその話を聞いて、大山ゴールドっていう品種の麦を使ってビールを作るなんてうちのブルワリー以外どこが考えられるっていうぐらいいいネーミングだったので、で鳥取県のその普及員とか相談しに行って、ただその種もみが実は鳥取が開発したにもかかわらずなくて、で四国の香川の試験場にあったので、なんでやその持って帰ってきて種をまいたのが初めて15年前ですから。で初めて種まくじゃないですか。あの初めて農業やってるので雑草と区別がつかないんですよ。種まくのは10月ぐらいなんですよ。でその後にそのまんまあの雪がどっさり降って、今もうぼちぼち雪がどんどん降ってくるんで、そしたらもう何が何だかわからない状態で春を迎えると。で春になるとだんだん背が高くなってきて、あのビールの麦って絵に描くとツンツンツンってのが出てるのがあります。あれあああります、はい、あの先端の伸びってやつが見えてきたらよしビールだってビール麦だって思って、あと可愛がっていくとだん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 ヤンキー色のこの黄金色になってきて、収穫するのが6月の頭なんですね。でその麦の収穫があって乾燥させてビールって大体1ヶ月ぐらいでできるので、6月の頭に収穫、半月から1ヶ月ぐらい乾燥で、そのまんまビールを仕込むと8月ぐらいにこの大山ゴールドっていうビールが飲めるようになるんです。それを毎年やってくるとレストランにね問い合わせがかかってくるんですよ。そろそろ麦のビールが出ますよね。それあの皆さん笑っていただけますけど、すごい嬉しいことなんですよ。いいっすね。なんか僕らがその取り組んでることが大山でその素材を使って季節を表現できてるんじゃないかとって思うようになったんですね。それで次に取り組んだのが、これまたあの6番に今書いてあるんですけど、野望っていう、これもともと我々の土地柄はその標高 300m ぐらいで、そのまあ米どころなんですね。で寒暖差のことであったりとか、まあいろんな条件が重なってコシヒカリを非常にまあ大量に作ってるというエリアで、もともと先ほどちらっと言ったかどうかあれなんですけど、もともと酒蔵なんですね。久米桜酒造、今日もお酒も持ってきてます。でその野望っていう土地の名前なんですけど、そこで取れた山田錦を使って作ったのが野望という特別純米酒の美味しいお酒があるわけです。うまいんでみんな飲んでください。うまいんでみんな飲んでください。でそのお酒も今日もちろんお持ちしてるんですけども、その田植えから稲刈りまでみんなでやろうっていう野望酒造りの会っていうのがあります。でこれ入会金が5000円なんですよ。入会金というか、会費が5000円です。1回払います。そうするとまず田植えありますよね。田植え終わったらその後にみんなで野望のお酒をただで飲めます。あいいっすね。食事もいっぱいします。お代はいただきません。で次稲刈りが秋に行われます。で稲刈りします。またただで飲み食いします。でお酒の絞りの体験をします。また飲みます食べます。で披露パーティーが3月にあります。ただで飲みます食べます。で帰りに野望の脂肪瓶 720ml の原酒の生オリジナルを2本いただいてたったの5000円です。安いですが、最近僕全部イベントが重なって5000円払ってるんですけど、瓶ももらうだけっていう、ね、そんなちょっと寂しいことやってますけど、瓶ください。でそれをやってた時にあそうだと思って、酒蔵の強みは酒蔵がやってる地ビール屋さんの強みはここだよなと思って、この米を使ってビールを仕込みたいと思ったんですね。で目的はただ一つで、披露パーティーの時にこの野望のお酒とビールを一緒に飲みたい、ただそれだけです。でできた時にじいちゃんばあちゃんと一緒に飲んだんですよ。そしたらその時にすげえ嬉しかったのは、やっぱりその地元のおじいちゃんばあちゃんが
僕じゃないな、まあ、僕っていう顔じゃない、そのいいビール作ったなって褒めてもらったんですよね。美味しいなって、今までお酒しか飲んでなかったのに野望っていうビールができたから試しに飲んでみたんだけど美味しかったと、それがすごい嬉しくって、でたまたまその時にちょうどうちの町の町長も稲刈りから田植えからやってたんですよ。で町長、じゃあちょっとお祝いのお言葉一言って言われて、で話をするじゃないですか。で皆さんのこの熱い思いとこの醸造された方々の思いが乗っかってできたこのビールとお酒が美味しいはずがないって言ったんですよ。美味しいはずがない、はっきり言うわけですよ。でちょっと待ってよと、さすがに町長あれだけ話に慣れてるのにおかしいな。でも話が続いていって、でもう一回言いますけど美味しいはずがないともう一回言ったんです。さすがに町長だけど思い切り突っ込んでやってる。あ、すいませんね、さすがに注意した。そんなようなことでできたのが野望というビールです。最高にうまいですね。最高にうまいと思います。でこれってなかなか全国でもないと思うんですけど、同じネーミングのお酒とビールが存在するっていう蔵はないんですね。なのでぜひその同じコンセプトで生まれた自分たちの手がかかった、お酒とビールがこう変化したんだって思いながら飲んでいただくとしっかり酔っ払えます。いやどっちもうまいっすよ。マジでうまいっすよ。何飲んでも酔っ払うじゃないですか。皆さんちょっと言ってみますけど、ビールを美味しく飲むコツなんですけど、飲みすぎないってことはもちろんなんですけど、やべ、元気でいてくださいね。それが一番ですよ。おめえだよ。特に鼻が詰まって、まあ、風邪ひいてるとですね、ほとんど鼻で香りとかね、味わいやっぱり感じているので、風邪ひいてると味全く分かりません。なのでこれ皆さんが美味しくビールを飲むコツっていうのは、まあ、いろいろとね、科学的にいろいろあるかもしれませんけれども、やっぱり健康が第一です。かつ天国にはビールがないそうですので、今のうちにたっぷり飲んでることをお勧めします。天国には日本酒しかねえんだよ。あ、でもあんまりこの後話しすぎると時間大丈夫ですか。そろそろ行きましょう。はい、ということで、前半の髪の毛の話がいらなかったということで、ということでじゃんけんじゃんけんいきましょう。